こんにちは、速稼塾の久保です。この度はね、従業員募集の呼びかけに対して様々なお申し込みいただきましてありがとうございました。お問い合わせとかお申し込みいただく中で、今回は採用する方が決まったそうなんで、このままね、頑張ってやっていただきたいと思います。ビジネスってのはね、うまくいくと今度はね、その売り上げが広がって、フェーズが広がって、新しい雇用の受け皿も広がっていくわけなんですよ。ですんでね、今回採用決まった方には、ぜひ頑張っていただいて、この難しい日本の経済状態の中で、一人でも多くの方がね、喜ばれるような、そんなお店の発展に寄与していただきたいかなと思いますし、何よりも働く方が楽しく、そして自分のためになるような、そんな職場が提供されるといいなと思っております。どうも本当にこの度はありがとうございました。また、こういった呼びかけさせていただくことがあると思いますので、その際はね、いきなりのお申し込みじゃなくて OK です。お問い合わせの方から始めていただいて、自分にはどのくらいのことができそうかなっていうことをね、打ち合わせていただいたら、必ず次につながると思います。それではありがとうございました。失礼します。